好きな曲はナオヤさんがドラストに誘ってくださった時にドラマストアの曲こんな感じやよって送ってくれた曲です。めっちゃかっこいい曲で、ついにこの曲をやる時が来たなっていう感じなんですけど、なんかさっきまでの時間でナオヤさんとの思い出を振り返ってたんですけど、 2年から途中参加で、しかもボーカルしかできやん、こんな私をドラスに誘ってくださっていて、なんかすごい雲の上の存在の人やと思ってたから、なんか一緒にバンドやらないって言って直哉さんから LINE を頂いた時にもうめっちゃ嬉しくて、なんか部屋で一人で飛び跳ねて喜んだこととか、あと ナオヤさんにドラストに誘ってもらってから、ドラストにもうあれよあれよとハマっていって今ではすごい YouTube でミュージックビデオを漁っていることとか あと練習でのナオヤさん含めてバンドの皆さんとの何気ない会話がすごく楽しくて、練習に行くのが毎回楽しみだったこととか、あと そう、いじってくれることとか、あと、短い間だったんですけど、こんなに良くしていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。最初に猫やったんですね。それで、 めっちゃいい声してたなと思って誘いました。すごい、なんか最初どんなことかわかんないって誘ったんだけど、誘ってみたらすごいブリがいいというか、いじってもめっちゃいい返ししてくれるんですよ。だからすごい練習もやりやすかったし、もっといろんなものが感じられたし、話しやすい。 めっちゃ話しやすくてすごい楽しかったです。はい、今日ネタバレしないようにずっと上着を着せてくれて、服装もそうそう、なんかね、今日可愛いなんかサメの絵が描いてあるんだけど<笑>ねえ、まあ、ちょっと今日やるとこ内戦の時の服が一番イメージやすかった。 そうそう、土ですか。ありがとう、引き受けてくれて。土の、あ、違う、他の人に自慢してください。はい、大二郎、土やけど、うん、いいの、サイサイ、いや、いいの、サイ、あ、そっか、二人ともや。 いなりなよ。なんだろう、なんか、なんか言うことを決めてなかったんですけど、とりあえず、バンドのみんなには、ちょっと私が休んでしまったので、今日、初めて会わせることになっちゃって、ちょっとクオリティが本当に、ほんと仕上げたかったなって思ったんですけど、もう一曲、頑張るので、よろしくできたらいいなと。 弾けるようになればいいなって思って入ったら、みんなすごいバンド組んでて、あ、こういうサークルかと思いながら弾けたんですけど、なんか、
サンプルクリームになって、で、まあ、最初は同期とかとだんだんちょっとずつ組んでた時に永井さんからも声かけてもらえるようになって、なんか最初の印象は多分あんま良くなかったと思うのに、そうやってすごい下の人たちにも声をかけてくれたり頑張ってくれたりするところにすごく助けられたなって思うし、永井さんとこうやってバンド組むことができて、回数も増えてきてすごい嬉しかったです。2年の時によくすごいサークルに来るようになったよね。それで、TT 係になって、そこからまあ個人としてはその4年生と仲良かったイメージがあって、なんか結構嫉妬してたと思った。俺も仲良くなりたいなと思って、でまあバンド誘うようになってね、なんか1年の時のそっけないイメージがあったんだけど、2年になってこう話してみるとすごいいい子で、なんかいろんなこと考えてくれて、昨日も OB の人たちとご飯会をするのもひなちゃんが提案、みんなに声かけてくれたおかげだし、なんかそういういろいろ星祭りの時も奈良さんと一緒に歌えるのでやりましょうって言ってくれたの覚えてる。それをすごい嬉しくて、なんかりなちゃんとからやっと声かけてもらえるようになったんだなと思ってすごい嬉しくて、実際バンドも何個でも何かいっぱい組めて、北大のリズムも出て、これも出て、これはもうりなちゃんからこのバンドに関してはりなちゃんからやりこのバンドにやりたいって言ってきてくれて、なんかこの今年になってすごい仲良くなるかな、嬉しかったです。ありがとう。永井さんと最初に一緒に演奏したのが、なんか正式なバンドっていうか、合宿で助っ人として、なんかそう、ね、そう助っ人として永井さんにドラムに入っていただいて、なんかその時に練習の時にドラムの子がいなくて、でちょうどそこに永井さんがいたかな、なのか、なんか入ってよって言われて入ってもらったら、なんかすごいなんか練習してきたかのようになんか見てて、あすごいんだな、こういう人もいるんだなって、すごいそこで印象に残って、直哉さんのとこからすごい認識するようになったんですけど、まあ、そんな直哉さんから、今年度に入ってからもすごいたくさん団体に誘っていただいて、なんかそれこそ私もなんかあんまり反応が薄いし、なんかそんなに関わりにくいところは多いかもしれないんですけど、そんな私にも声かけてくれて、一緒に楽しくできて本当に楽しかったし嬉しかったし、本当にありがとうございました。そうリナ、あのマッサーの方あのピアノがねすごい上手いのがいつ気づいたんだろうな、結構遅くにあ、こんなこの子めっちゃピアノ上手いんだっていうのを結構遅くに知って、そっからバンド誘いになったんだから、もっと早く知ってたかったなと思います。今でもすごい誘っちゃってるけど、最初の頃全然誘ってなかったよね。だからもっと早く誘って一緒にバンドやりたかったなっていう思いもありますし、なんか今一緒に、それでも今一緒にバンドできてるからよかったのかなと思ってるし、すごいピアノ上手いので、耳コピーを強いられる曲のバンドはもうりなちゃんに頼っちゃうところがあって、そう、あ
すごい頼もしくて自慢のピアニストです。今日、昨日もなんかグレンゲのために髪を染めてきてくれてすごい可愛いなと思って可愛い後輩です。ありがとう。ありがとうございます。次の曲は3月のマーチっていう曲です。歌詞がすごいこのライブにぴったりですごくいいのと、あとキーボードのりなちゃんのソロがめっちゃかっこいいので、そこに注目して聴いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ドラフトでした。